左右の野郎、まだやる気かよ。敵将火雄、関雲長が討ち取った。機会があったらやり合ってみてえな。見事な武勇。あの男、カウというのか。ほらほら父様、まだ到達はこの先よ。残すは古老館。虎たちよ、叫び！私の知略に勝てるとお思いか。引くことがそのまま負けではない。よし、敵将を討ち取ったぞ。武功を立てねばなりますまい。その戦ぶり、英雄と呼ぶにふさわしい。確保しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。よし、敵将を討ち取ったぞ。雑魚は食い飽きた。来い。さあ、この孫白が受けて立つぜ。待て、策。お前一人で敵う相手ではない。おい、うわ。作兄様、抜け駆けはなしなんだから。兄上、力を合わせて挑みましょう。少しはやるよ。今日のところは引いておいてやる。おお、父上、お見事な戦ぶり。
口は開いた。学校体質にあたらず獣を撃つ。うわっ、こしやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。敵を知らず己を知れば一戦早いぞ。闇雲に攻めては勝てんぞ。私たちも続くぞ。待て、これ以上好きにはさせんぞ。直ちに守備隊形を取れ。本陣を守るのだ。もしくは踏んだ。こいつは豪快だ。俺もこうしちゃ折れませんな。董卓は遷都した長安に逃げ延びる。官室の中心たる洛陽を奪還することができた。意気揚々と入城した孫権たちが見たものは、廃都、暴虐の嵐董卓により焼き払われ朽ち果てたかつての都だった。放っておくべきじゃなかった。代々の皇帝に伝えられてきた。あの、すげえぜ親父。やっぱり天ってやつは親父を選んだんだ。だってそうだろ。じゃなきゃ親父が拾うわけねえ。